プリンス自動車工業株式会社は1947年に創業以後変遷を経ながら1966年に日産自動車と合併するまで存在していた日本の自動車メーカーである第二次世界大戦後航空機製造を禁じられた立川飛行機出身の富山穂田中次郎ら技術者により1947年に東京電気自動車の社名で発足 電気自動車製造からスタートしたメーカーであるが、1951年以降はガソリン自動車開発に転身した。経営及び資本面では、タイヤメーカーのブリジストンと、その創業者である石橋章二郎が大きな役割を担っており、旧中島飛行機系の企業である富士精密工業との協業、合併をも経るなど、企業としての成立過程及び、社名の変遷は複雑である。 元航空技術者を多く要する技術開発重視の社風により、早くから先進技術を導入し、1960年代にはモータースポーツ界でも大いに活躍したが、1966年8月1日をもって日産自動車と合併した。合併するまでは、現在の東京証券取引所に上場していた。社名は創業以来、多摩電気自動車、多摩自動車と、 変戦、1952年11月以降は、プリンス自動車工業に社名を変更していた。1954年にはすでにエンジンで協業し、やはり、石橋昌二郎が会長となっていた富士、精密工業と合併し、社名を富士精密工業とした。富士精密工業も、中川良一ら、飛行機会社中島飛行機の東京製作所と、浜松製作所の技術者によって、 業態転換で発足した会社である。後1961年に社名を再び、プリンス自動車工業に変更、日産自動車との合併まで、これを通した。自動車技術面においては、極めて先進的な試みを多く言ったことで、知られている。当初は電気自動車を製造したが、1950年の朝鮮戦争勃発に伴うバッテリーの、 コスト高騰に伴いガソリン自動車生産に転換。以降、日産やトヨタなどの上位メーカーを模凌駕する先進技術を続々投入して、日本の自動車市場にインパクトを与え、1960年代前半には、モータースポーツでも華々しい活躍を見せた。しかし、元航空技術者を多く要する体制に起因する技術変調の社風は、コスト度外視な設計につながり、 一方で、中級車が主力、かつ消費器量大衆車を持たないというアンバランスな車種構成は、販売面でのマイナスであった。これらの理由から、他メーカーとの競争力を欠き、長く経営難が続いた。最終的には、1966年に日産自動車と合併し、独立メーカーとしての歴史を閉じた。従業員、工場、ディーラーも、 そして当時の生産モデルであった、グロリア、スカイライン、クリッパー、マイラー、ホーマー、ホーミーといったブランドは、日産自動車に引き継がれた。日産との合併の背景には、プリンス自体の経営難に加え、外国車の輸入自由化を控えた、通商産業省が乱立する、国内メーカー同士の潰し合いを避けるためメーカーの政治統合を目論み、これに伴う指導が存在したこと。 さらにプリンスの最大出資者であるタイヤメーカーのブリジストンにとっては自動車用タイヤ生産拡大に際しプリンス以外のメーカーとの取引支障を配慮せねばならなかった経営判断があったともされる。なお日本の高質用語両者として試作車を除き7台が作られた日産プリンスロイヤルは開発はプリンスによるもまたこれに限らず1960年代前期には 多数のプリンス乗用車が区内庁の公用車として納入された。プリンス自動車と皇室との縁は深く、プリンスの社名、社名が1952年の皇太子、秋人新王の立太子令にちなむだけでなく、秋人新王本人がプリンス車で、しばしばドライブを楽しんだ史実もある。秋人新王は自動車愛好者でもあり、青年時代においては、 国内庁に納入された1954年式プリンス、主、1958年式プリンススカイライン、1964年式グランドグロリアなどのハンドルを自ら握り、東京近郊をドライブしていた。たまにしさんとの合併後は、それまでの旧プリンスの従業員、工場、ディーラーも、そして当時の生産モデルであった、グロリア、スカイライン、クリッパー、マイラー、 ホーマー、ホーミー、ライトコーチなど、旧プリンスの車種は日産に引き継がれた。プリンス自動車工業の販売部門会社、プリンス自動車販売は、日産との合併後、日産プリンス自動車販売に、社名変更され、日産本体とは別組織の全国プリンス店系列、販売統括会社として、日産本体で販売統括していた、日産店系列、モーター店系列、 サニー店系列、チェリー店系列とは異なり、キュープリンスの名残を継承して、独自展開されていたが1986年10月1日付で、日産本体の日産自動車販売へ統合された。キュープリンスは、スカイラインと桜井慎一郎の存在感こそ大きかったものの、日産社内では、冒険グループとして扱われ、1970年代以降日産への一体化が、 進められ、数年間で、バッジエンジニアリングによる、製品統合や、車種整理を進め、従業員対策では、当時の経営陣と癒着していた、多数派の日産ローソへ、プリンス系ローソを吸収するなどの施策を取り、独立メーカーとしての存在感は早期に、創出されている。プリンスの丘公園現在、プリンス自動車時代の名残は、スカイラインの社名と、かつては、 三菱自動車工業から OEM 供給され、現在は鈴木から OEM 供給されている、軽貨物トラック、バンの社名に、クリッパーの社名が、復活採用されたり、日産プリンス販売の各販売会社名、村山工場の跡地の一部に整備された、武蔵村山市市営の都市公園である、プリンスの丘公園、海運会社の、プリンス海運の社名とロゴデザイン、および自動車専用線、 プリンス・ハヤテの鮮明に受け継がれている。プリンス・カイウンの所有船のファンネルマークには、プリンス自動車の PE 文字マークが描かれている。プリンス自動車工業は、二つの異なる源流を持つ、合流前の二社の年譜、そして合流後、日産自動車に合併吸収されるまでの年譜は、以下の通りである。1963年5月に鈴鹿サーキットにて、 日本初の大規模自動車レースとなった第1回日本グランプリが行われた。プリンスはほとんど無改造のスカイラインスポーツとグロリアの2台で参戦した。しかし他社がエンジンやサスペンション、車体をかなり改造して参戦しプリンスは8位と惨敗に終わった。激怒した石橋翔次郎の出席にグランプリ担当の常務であった中川良一は第2回日本グランプリの GT。 2クラスに向け全社規模に及ぶプロジェクトを立ち上げた。中川を最高責任者として、エンジン実験家の青地康夫を、ワークスチーム監督、設計家の桜井慎一郎を、レース車開発チーフに据え、ほとんどのスタッフが、市販車の開発と、同時進行で、レース用車両の開発に取り組んだ。スカイライン GTS54A-1 型、こうして、日本初のホモロゲーションモデル、 スカイライン GT が開発された。グロリアスーパー6に搭載されていた G7 型エンジンを125馬力までパワーアップし S50 型スカイラインの車体に搭載したものである。4気筒を前提とした車体に6気筒エンジンを乗せたためエンジンルームの長さが足りずボディを延長。エンジンには高価なイタリアウェーバー社のツインチョークキャブレターが3連で装着されていた。 スカイライン GT は、鈴鹿での事前テストで、当時の国産車では最高となる3分を切るタイムを記録し、レース前から、競合メーカーの脅威となった。プリンスは7台もの車両を用意したが、契約ドライバーの予算が不足しく肉の策として、須田助博を入社試験も受けさせ、社員ドライバーとして採用した。本来の社員ドライバーとしては、戸野井信幸、小平勝が参戦した。このレースに、 トヨタと契約しているレーサー、四季場総吉が個人輸入したポルシェ904が急遽参戦した。これはトヨタ自動車によるプリンスの勝利阻止策とも言われている。本戦でスカイライン GT はポルシェ904と激しいバトルを展開し、行沢透の乗る41号車スカイラインが一時はトップに立つ。しかしわずか半周ほどで抜き返されてしまった。 とはいえ、イサゴヨシカズが2位、イクザワトールが3位に入り、シャインドライバーも小平が4位、トノイが5位、スダが6位と、乾燥11車の上位を独占した、本格的なレーシングマシンであるポルシェ904を一時とは、家抜いたことが、スカイライン伝説の起源となったと言われる。ただし、イクザワスカイラインが、式場ポルシェを抜いたのは、事前の談合の結果ではないかという説もある。レース直前。 式場から、ポルシェで GT-2 クラスに出ると聞かされたイクザワは、もし抜いたら一周だけ前を走らせてくれと要望し、式場から了解をもらっていたというのである。両者の談合説の根拠として、次のような事情が指摘されている。2位に入った39号車の伊佐子義和は、後日、ポルシェより速い車が自分より、快になるのはおかしい。 抜き返された後のイクザワトールはポルシェを真剣に追わなかったなどと回想している。ただし、この談合説に関してのイクザワと式場両名の談話は時期によって内容が2点3点しており、今もって明確な真偽は不明のままとなっている。R380 とポルシェ906第3回日本グランプリでのバトルを再現したもの。1966年には、 4バルブ DOHC225 馬力の GR8 型エンジン、アルミボディのレーシングカー、プリンス R380 を開発し、新規に開設されたばかりの富士スピードウェイに舞台を移した5月の第3回日本グランプリに4台が参戦。3度目にして、プリンスとしては最後の挑戦となる。強敵ポルシェ906に乗る滝進む太郎相手に、 スタートで、伊佐子義和がリードし、生沢がブロックをするも一旦は先行される。しかし、途中給油のためのピットストップにおいて、タンクを高い位置に設置した、重力給油法で滝よりも30秒も早く給油を済ませ、逆転する。滝は、生沢の必要なブロックにあった上、給油もごく普通の方法で行ったため非常に手間取り、トップの砂子を追うため無理なペースアップを強いられる。 結果として、滝はこの後クラッシュしてリタイア、イサゴヨシカズが、その他の車を3周遅れにし優勝、プリンス R380 が2位と4位も獲得する。ただし、このレースで、ポルシェ906を買った滝は、プロドライバーではなく高塚のアマチュアであり、元二輪、GP ライダーのイサゴヨシカズや、若手ナンバーワンのイクザワトールに比較すれば、腕が劣っていた感は否めない。 また滝のポルシェ906もメーカーが偉人をかけたワークスマシンではなく、かなりの高額ではあるものの、レーシングマシンとしてはあくまで市販されているものだった。プリンス勢がチームワークを駆使したのに対し、滝はプライベーターで単独出場のみ、資金力や体制面でも大きな差があったことは事実であり、このレースにおいてプリンスがポルシェに勝ったという言葉が一人歩きしがちであるが、 これらの点は重々考慮する必要があるだろう。日産との合併で、プリンスのドライバー陣は、解雇を予測していたが、日産側は彼らの技術を買って移住し、R380 でのレース活動は、日産との合併後も、日産 R380 として続けられた。それどころか、サーキットにおける日産ワークスとしての主軸も、旧プリンス勢が担うことになり、旧日産勢は、 その活動の主軸を、サファリラリー等のラリーに移すことになった。トラック系、編集版ピックアップ系、編集バス系、編集、この手法自体は日本で先例があった。大阪市の中島製作所が、湯浅電池の協力を得て1933年に開発したバス用の電気自動車シャーシ、夕方は、大断面のペリメーターフレームのホイールベース管に、 フレーム左右を貫通したバッテリー用トンネルを設置し、充電池ユニットをピットでスライドさせて、迅速に交換できる構造を実現した。中島優雲はその後、SKS と解明しながら、戦時中まで生産が続いていた。その構造が、湯浅電池経由で、卵開発時の参考にされた可能性は高い。なお、1933年以降の中島優雲、バスが、 駆動軸の5車軸に近接してモーターを搭載する来年期間モデルでいうリアエンジン相当でさらに改良型ではモーター軸を後車軸と平行にする合理化まで図っていたのにし、卵は試作車から最終機のジュニア、セニアに至るまで前方ボンネット内にモーターを搭載して5車軸をプロペラ車不特動する通常の FR レイアウトであり手法自体は 保守的であった。ありがとうございます。